ニマルエンクリスさん、オクトパスいっぱいありますね。はい、ちょっと教えてもらえます？はい、カリフォルニアのオクスタメソのオクトパスイエリアなんですけれども、ブランドの一番その要となるのがこのコーデュロイグリップって言って、従来のダイキパッドというブロック型のタイプなんですけども、これはブロックが一切ない、スリット型になります。本当ですね、何もないんですね。そうですね、フロントパッドが結構今流行ってきてるので、でどうしても凹凸があるとその肌に負担がかかってダメージが強いので、そういった部分がちょっと軽減されてるっていうのもあるんですけども、で日本人のライダーでカイト君ですよね、はい、カイト君シグネチャーもありまして、はい、で結構そのエアーで有名なネイト・タイラー、ディオン・アジアス、チッパー・ウィルス、ちょっとマニアックなライダーが多いですね、はい、プロデュースしてるんですけど、ブランド的にもイケてるブランド、今期からは CJ とダメホブグッド、おー、はいはい、加入されてます。すごいっすね。この素材の特に、はい、いろんなこうミックスした素材が多いっすよね、これ、はい、これがハイブリッド、すごいな。クリスさんはどれを使ってるんですか？僕はネイトタイラー2。なるほど、おしゃれですね。ちょっとまあ自分も好きなんで。皆さんぜひこのちょっと変わりどころのおしゃれなパッドを今年は挑戦してみてください。ありがとうございます。一言お願いします。これからどんどん